はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回は180度開脚チャレンジ7日目になります。今日も頑張っていきましょう。はい、じゃあまず軽く足を広げて、体を少し左右にね振りましょう。ちょっと腰が痛いんでですね、思うようにね動き切っているかわからないんですけども、まずはね軽く足首をパタパタと動かしていきましょう。これがねしっかりねできた方がね開脚しっかりできますんで、こうコツコツとね、こう無駄のないようにやっていってもらえたらと思います。もう7日目になってくるとね、皆さん結構やおくなってると思うんですけども、やっぱりストレッチするタイミングはねお風呂上がりがベストです。お風呂上がりのね体が冷めてない間、あったかい間にねやってもらえると効果的です。こういう感じでまず身を見まねでやってもらえたらと思います。つま先はねしっかり上げてストレッチする方がふくらはぎはね細くなりますんで、その辺はねしっかり足痩せにも効果が出るように開脚してもらえたらと思います。はい、今度しっかり左右に体を倒していきましょう。このストレッチのコツはもう何度もね言ってると思うんですけども、力まないことです。痛いところで力まないことができれば10日でね開脚することができますので、痛い時にね痛ってこう跳ね返しちゃうと、そこからね体が力む癖がついてしまうんで、とにかく伸ばしながらリラックスをしてください。体をね左右に振っていきましょう。この開脚のコツなんですけども、もちろん膝裏がねしっかり伸びたり、あとはふくらはぎがねしっかりストレッチできてないと、もちろん足がね広がらないんですけども、股関節がねやわくないと逆にできないです。今度は前行きましょう。まずは軽く倒れたら自分の手で体を少し起こす感じでやっていきましょう。今度は体をね股関節いろんな角度で伸ばしていきましょう。本当にねストレッチっていうのも、まあ筋トレもそうだと思うんですけども、すごいねいっぺんにできないんで、もう毎日コツコツっていうのがすごい大事です。逆にね1週間で1時間っていうんだったら、逆にね毎日10分っていう方がねストレッチは効果的です。 OK です。今度は足の裏を合わせて膝をねパタパタして股関節をね少しリラックスさせましょう。はい、少し前出して、で今度前行きましょう。ぐーっとしっかり胸を張ってね、おへそを足につける感じでぐーっと行きましょう。ぐー、もう一回今度押さえてぐー、OK、で今度逆行きましょう。正座から足広げて一気に体を起こすと、グッグッと上下に、これ少し痛いですけどね頑張って股関節リラックスさせながら行きましょう。グーッと、はい、体を左右に、OK、で今度はね縦に行きましょう。つま先しっかり上げて体を揺らして、はい、つま先前伸ばして、よいしょ、はい、反対、はい、つま先前伸ばして、 OK、 しっかり体をグーッと、はい、反対、グーッといきましょう。グーッと、よいしょ、OK、 ちょっと股関節をね叩きましょう。で実際もう股関節とね膝裏ふくらはぎがね柔らかくなってくると、本当に毎日ストレッチをもう本当に10秒ぐらいやるだけで
簡単に維持はできます。でもそのね、たったの10秒を怠ってしまうと2日目3日目って体がどんどん硬くなって、また初めからねやり直しみたいな感じになっちゃいますんで、もう本当に毎日少しだけは絶対やるということが大切です。椅子でも何でもいいんですけども、こういう高いところに足を乗っけて、つま先をしっかり上げて前にグッグッと体を倒してください。この時に正面、そして足を横に倒して、横股関節をねグッとひねる感じで、反対もいきましょう。足伸ばしてつま先上げて正面、正面やった後に体をつま先をね前向けて、股関節ここをねしっかり伸ばしてください。グッグッと OK。でも7日目なんで、今度立ってね足を上げるっていうこともしましょう。足を上げるときには手をねしっかり振り下ろす、こういう感じでしっかりね、これでピンと一気にピンと上げて、ももの裏をしっかり伸ばしてください。こういう感じで、この10回、2 3 4 5 6、これ勢いよくね上げましょう。1 8 9 10、で反対いきます。1、これしっかりね伸びますんで、ももの裏が3 4 5 6 7 8 9 10、はい OK です。はい、お疲れでした。はい、皆さんお疲れでした。結構ね体が温まりますよね。ストレッチもねこれしっかりやれば軽いエクササイズにもなりますんで、皆さんこれ動画を1から今7日目までやってますけども、またね10日目まで行ったらまた始めに戻ってもいいですから、しっかりね自分でできないよって方はこうやって見ながら毎日やってもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。次はね8日目、もしね初めから見てない方はね、まあ、これ見てもいいんですけども、できれば初めから、1日目からスタートしていってもらえたらと思います。また、頑張ったよって方はね、コメントもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。